仙台市で初恋。僕は今恋をしています。着物が似合うお京さん、今日こそ告白するぞ。お京さんはいつもここを取るんだ。あ、来た。井戸で水を汲んでハンカチ加えて手を洗う細かい芝居だ。よし、行くぞ。なんか今のがリアルだったけど。どないしたん？いや、ちょっと転んじゃって鼻を切れてもうたん。あ、言うたろか。あ、すいません。よいしょ。あ、うんこ踏んでもうたん。あ、大丈夫だ。血で取るよ。あ、今転んで切っちゃった。消毒しなあかん。つばつけたことかね。あ、じゃあ擦ってみ、匂い嗅いでみ。臭い。臭いよ。ちょっと今胃が悪いからね。お京さん、あら、うちのこと知っとる？はい。学生さん？はい。名前なんて言うん？孝太郎。九太郎？孝太郎。九太郎。孝太郎言ってまんが何聞いてまんにゃ。あくっさあんた、そんなのどこで覚えてきたん？お京さん。何、あかんって。お京さん。あかんって。早い。お京さん。うるるる。なんだ？ごめんなさい。私病気なのよ。病気？私。二枚舌なの。二枚舌。私が嘘を言うと、もう一つの舌が本当のことを言おうとするのよ。お京さん、年は今いくつですか？十九よ。24で。いや、でも告白するぞ。言えない。どないした？いや、ムズムズするな。大阪名物パチパチパンチ。何やってまんね。あんた、なかなか。おもろい人やね。くず面白くバカやお前、怖いんだよ。お京さん、用心だ。お京さん、用心だ。口の中で暴れて、うん、何ですかそれ。歯磨くや。もう私のことはほっといて。お京さん、すき焼きは寒い時には最高ですな。何言ってまんね。もう帰るわ。待て。お京さん、そういうのほんま似合わんな。お京さん、ついてます。そんな、いきなり言われてもうち困るわ。泣いてるほんと嬉しくていいよ。やだやだ。あたし、足こんないよ。もうちょっとぼわっとあるんだ。ええの？え、でも、付き合ってください。ほなら、これあげるわ。なんですかそれ。知りたい、うん、じゃあ結婚して。じゃーんじゃーんじゃーん。お兄さん、乗せるのかな。なんだったの。あれね。以上、お兄さんしてるさ。